にちは、レイラです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日はですね、久々の一人画角ということで、何を紹介すると言いますと、こちらの爪収納を紹介していきたいと思います。わー、それではどうぞ。はい、ということで紹介していきたいと思います。まず棚が2つあるんですけど、2つともニトリさんで購入しました。じゃあまず右の方から紹介していきます。こちらの透明の入れ物は2つともニトリさんで購入しました。こちらはクリオさんのアイシャドウパレットです。こちらね、すごいとっても可愛いです。見た目も可愛いし、中もすごいラメがね、綺麗なんですよ。こんな感じ。こちらはいただきました。ありがとうございます。で、キャンメイクのアイブロウパウダーが入ってます。ロムアンノさんのアイシャドウパレットですね。2つともお気に入りなんですけど、今日はね、こっちを使いました。02番。最近ずっとブラウンメイクだからよく使ってます。こっちはラメだけのアイシャドウですね。これはね、夏とかにとってもよく使っておりました。で、こちらはコンシーラーとかいろいろ。こちらはビューラーとコームかな。で、ここにはマスカラが入ってるんですけど、よく使うのはこちら B アイドルさんの03番ブラック、デカめブラック。こちらずっと使ってます。前は B アイドルさんの01番、おーい、ミントを使っておりました。ね、これね、すごいラメラメするんですよ。キラキラしてとっても可愛いマスカラです、これもね。で、こっちにはアイラインが入ってるんですけど、よく使うのはこの2つです。こちらはキャンメイクさんの03番です。で、こちらはマックさんの、ちょっとね、ボロボロでちょっと出てきてるんです。この2つをよく使ってます。ここには鏡があります。はいすいません。で、こちらが、リップかな、ほぼほぼリップがあります。両方ともジル・スチュアートさんのです。こちらはですね、フラワーノーズさんのリップなんですけど、今日も使いました。っていうか、ここ最近ずっとこれを使ってます。とにかく色も可愛いし、いい匂いするんですよ。こちらはお気に入りリップたち、ディオールさんのリップと、こちらはですね、イブサンローランさんですね。なんかちょっと紫っぽいのかな、こんな感じ。塗ると結構ナチュラルでとても塗りやすいです。こちらは&Bさんのリップ、こちらはジュースチャートさんのリップ。ちっちゃい鏡がここについてて可愛いです。で、あとの4つはロム&さんですね。こっちが13番、こっちが16番、これが11番です。で、これが00番。どの色もとってもお気に入りで可愛いです。で、後ろにちょこんってあるのがレブロンさんのファンデーションです。で、こっちがアイシャドウですね。またアイシャドウ、こちらがフラワーノーズさんのアイシャドウなんですけど、こちらもピンクかな。こちらはですね、トゥーフェイスドさんのアイシャドウですね。このね、色がね、可愛いんです。こんな感じ。こちらが B アイドルさんのアイシャドウパレット02番ですね。このね、2つのラメがとってもお気に入りです。で、こちらはジルシアートさんのチーク、もうチークこれしか使ってない。色が4色あるので、1色だけで使ってもいいし、全部混ぜてもいいし、何色か混ぜてもいいので、とってもお気に入りです。では、ここは以上かな。次に下行きます。で、こちらはメイクポーチです。これがジルバイジルスチュアートさんのメイクポーチと、スリシーさんのメイクポーチが2つ。よく使うのはこれかな。これをよく使います。たくさん入るからね。で、隣が、フランフランさんのジュエリーボックスで、こちらはですね、もうほぼほぼファンの方からいただいたヘアクリップです。かわいい、本当にありがとうございます。いつもね、何使おうか悩んでます。あ、ここに棚がね、結構すいません、転びそうでした。危ない危ない。棚があるんですけど、
今回はコスメ収納ということで、コスメが入っている部分だけ紹介します。ここにはパック、パックってコスメだよね。これは鹿のパックかな。シートが薄くて肌に密着されてる感があって、とてもお気に入りです。あとこちら、これみんなにおすすめしたいんですけど、こんな感じの、これは小鼻の毛穴パックかな。ツルツルになるので皆さんもぜひ使ってほしいです。下にもね、いただいたパックだったりとか、これはみんな大好き朝マスク、今はね桜の香りを使っています。このぐらいですかね。以上以上以上。あ、忘れてた。この白い棚はこっちも一緒なんだけど、ニトリさんで購入しました。上の棚はちらーん、カラコンが入ってます。私がお気に入りのカラコンを紹介しますね。モラクさんなんですけど、これは宮脇さくらさんがプロデュースをしているカラコンで、もうね全部可愛いんですよ。本当におすすめです。こちらは下地ですね。 3C さんのファンデーションで、これがすっぴんパウダーかな。でこちらは最近購入したイニスフリーさんのパウダーなんですけど、なんか結構有名じゃないですか。でずっと使ってみたいなって思ってて、やっと買ったんですけど、やっぱねみんながいいっていう理由が分かった。本当にこれを使っただけで赤ちゃん肌になる。次隣はこんな感じで、さっきね上の方にあった入りきらなかったものを収納しました。あ、これさ、あの私が毎日メイクを紹介した時に使ったやつだと思うんですけど、難しい、1年ぐらい前だよね。こっちが寒色のアイシャドウかな。このロムアンドのアイシャドウが可愛いんですよ。キラキラしてる。これはエチュードハウスさんですね、トナカイの。奥はリップかな。これすごい流行ってるね、アイスのリップ。こっちがロムアンドさんのハイライト02番です。でこちらも最近買ったんですけど、シェーディングずっとなんかやってみたいなって思ってて、こちらもやっと買いました。こんな感じ。じゃあ次上に行きます。こちらリップ、そうこれも上のやつに入りきらなかったものを入れています。マックさんのリップと、あと リアイドルさんのマットなリップなんですけど、結構マットなリップってカサカサになるじゃないですか。だけどこれはサラサラな感じなんですよ。なのでカサカサしないの。マットリップ使いたいけどちょっと唇カサカサするから嫌だなっていう方はこれがおすすめです。私は03番使ってますね。私はね薬用リップね絶対 DHC なんですよ。これおすすめです。じゃあですね、ボディパウダーなんですけど、ディオールさんのこれ、あのいただいて、で2021年の夏に使いたいなって思ってたんですけど、使わなかったんですよね。なぜかなんかもったいないなって思っちゃって。でもさ、使わない方がもったいなくない？ということで今年の夏は使いたいと思います。こちらはハンドソープ、ジルスチュアートさんの、ジルスチュアートさんのヘアミスト。これねめちゃめちゃいい匂いするのでおすすめです。でこちらはジルスチュアートさんのハンドクリームですね。で、ね、箱も可愛いから一緒に飾ってます。こちらはですね、透明な入れ物はフランフランさんで購入しました。ちょっと今一周回してます。で私はほぼこの香水を使ってます。ディオールさんのこれめちゃめちゃいい匂いする。あ、でもこっちも最近使ってるかな、ザラさんの香水。これねちっちゃいからミニバッグにも入るのでおすすめですね。このぐらいの大きさは。こちら私のお気に入りの下地、ポール&ジョーさんの01番。こんな感じでネイル筆が入っていますね。で隣にはこちらフランフランさんで購入した、メイクブラシなんですけど、これは私はサイエンスブラシって呼んでます。あのあれに似てない、試験管の。かわいい。でこちらもですね、フランフランさんで購入したブラシなんですけど、本当に気持ちいい。ほら気持ちいい、気持ちよさそうじゃない。かわいい、見た目がかわいいので購入しました。
これはアンドビーさんのスポンジですね。ちょっとね、ちっちゃくアンドビーって書いてある。以上。はい、以上私のコスメ収納でした。参考になるかは別として紹介できてよかったです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。ドラン。